糸田町ですかね。糸田町ですか。さあそれでは糸田町をご覧いただきましょう。どうぞ。女性の方だ。無理やりサングラスかけさせられて確実にかけ慣れてない感じ。チェックワンツー、マイクロフォンチェックワンツー。えんややっさーこらやっさー、えんややっさーこらやっさー。町の由来となるほど糸よきた、あたり見渡す田んぼ。田植え祭りは3月15、金村神社田切りは名所。かつて栄えた産業は炭鉱、いいとこ取り道の駅観光。朝取り野菜新鮮な方向、一回は食べちょう石炭ソフト、続けて食べちょうこのバーガー。甘め辛め柚子にごま、町での相性おかつ味噌は旨味が凝縮母の味。うまそうです。えんややっさこらやっさ、糸田祇園山笠興奮と感動。少年時代井上陽水もここで感じてた夏模様。糸よき町、糸よき町、糸よき田が広がるこの町。糸よき町、糸よき町、糸よき田広がる糸田町。糸よき町、糸よき町、糸よき田が広がるこの町。糸よき町、糸よき町、糸よき田広がる糸田町。はあ、田んぼの町なんですね。耳に残りますね、うん、糸よきマーチ、糸よきマーチ、うん、いい踏んでましたよ全部。ああそうですか、うん、ちょっと解説いただいてもいいですか。町の由来となるほど田あたり見回す田んぼ、うん、田植え祭りは3月15、うん、田切りは名所、うん、全部その最後おで踏んでるんですね。ははははははは。でかつて栄えた産業は炭鉱、うん、道の駅観光、宝庫、ソフトで全部おおおおで踏んでる。本当だラップを理解してやってますよね。へえ。えんややっさこらやっさ、山笠の掛け声なんですか、ね、はあ、おそらくですね、あのみこしを担ぐじゃないですけど山を描く時の掛け声なんでしょうね。井上陽水のゆかりの町なんですか、はい、井上陽水さんが幼少期を過ごした町。あ、だから少年時代井上陽水もってここもかかってるのかな、うん、もしかして。まあ、そういうことですね。じゃ あの少年時代で歌われてたのはこの糸田町の景色なんですかね。あ、そういうことか。だとしたらだいぶすごいですね。すごい、うん、すごっ、うまっ。真っ黒なソフトクリーム。1ヶ月の売り上げが3500本以上ですって。すご、地元に愛されるソフトクリーム、うん、地産地消なんでしょうね。あ、なるほどね。人気の石炭ソフトは道の駅にあるバニーズで販売中。糸田町に立ち寄った際はぜひ。おかつ味噌。おかつ味噌、地元のおかんが手作りする味噌のことです。おかつ、おかんってことなのかな。あ、パッケージがまた。おかん、おかん放たれてませんか。おかん大丈夫。まあ、これ味噌汁だけじゃなくてなんかいろいろな料理にも活用できると好評で、毎年完売してしまうほどの人気商品